続いて漢方納得相談のコーナーです。漢方とはどういうものか、そして漢方薬について詳しくお伝えしていきます。今回も紹介してくださるのは一心堂薬局の小木秀幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小木さん、今日はどんなテーマでお話しいただけるんでしょうか。はいはい、今日はですね、女性に多い、症状についてですね、お話しさせていただきたいと思います。女性に多い症状、どのようなものがあるんですか。はい、ちょっとまとめたものがございますので、ご覧いただきたいんですが、女性に多い症状としましてはですね、今ご覧いただいてますように冷え症、あと生理不順、あと更年期障害、あと子宮筋腫、子宮内膜症で、最近多いんですけど不妊症の方で、これから増えてくる膀胱炎、あとシミ、肌荒れ、こういうふうな、症状でお悩みの方っていうのが女性には多いんですね。なるほどね。土島さん、何かある？はい、はい、私もですね、やはり年中冷え性ですね。冷え性、はい、温かいものを飲むようによくしてます。はいはい、あとは環境が変わったりすると、肌荒れもよくしますね。はいはい、これから日差しもね、強くなってきたりすると、強くなりますからね、赤くなったりとか、ボツボツができてしまったりしますね。さあ、先ほど、説明していただいた症状ですけども、女性に多くなるのは何でなんでしょうかね。女性はですね、男性よりもデリケートで、やはりその、ホルモンに、左右されている部分というのがやっぱり多いわけですよね。で、そういうふうな中ですね、自律神経ホルモンのバランスが崩れやすいような、こういうふうな状況でしたら、なおさらですね、崩れやすいと、症状が起こってきやすいんですね。それをこう漢方医学の世界では、どういったどういった形でこう治療法を行うんですか。はい、まず西洋医学ではホルモン剤という部分が結構使われるかと思うんですけど、漢方医学の部分ではまず機材ですよね、気の巡りを良くしていったり、してあと、血液の流れを良くして、苦血剤、苦お血剤と言いますけども、血液の流れを良くしていく、してあとはその、利水剤、水の流れなんかも良くしていくっていう、こういうふうなものが、一般的に使われると思うんですが、こういうふうなものをその方その方の、症状体質に合わせて組み合わせていくっていうのが、漢方治療なんですね。さあ、今日はですね、女性に多い症状の中から更年期障害で悩んでいる方の症例、そして改善例を小木さんに紹介していただきます。了解しました。こちらはですね、更年期障害でお悩みの、4,5 年前から、更年期障害でお悩みだという方の症例なんです。でこの方の具体的な症状としましてはですね、急にカーッとこう汗が出ると、で体の末端であります手足が冷える、で逆に顔がのぼせると、でイライラした、イライラしてですね、日によっては不眠になることがある、で時々めまいを起こす、で耳鳴りもですね、セミの鳴くような音がですね、左耳で時々するっていうんですね。であとサブ的な部分としましては、中性脂肪の値が高いということと鼻炎ですと、であと病院の方では睡眠剤、時々服用しているということと、あと中性脂肪のお薬を、病院の方からもいただいてますというような方の症例なんですね。こちらの方におすすめの漢方は何でしょうか。はい、こちらはですね、女神酸というお薬なんですね。でこの女神酸という、お薬なんですが、下に、テロップがありますけども、陶器、選球、香節、槍術、こういうふうな、ものが組み合わさった処方なんですが、自律神経のバランスを整えていくような、生薬で構成されて、よく女性の更年期に使われる処方の一つですし、あとちょうどね、女神という、女神という、これなんかも非常にね、女性にとっては、女性の薬なんじゃないかなっていうようなイメージもあるかと思うんですけど、神ですからね。そうですね、女性の神が、三代だということで、この方はどういった改善をされたんでしょうか。はい、まずこの方はですね、1週間経った時点でのコメントがですね、まずカーッとこう汗の出る症状が少しだけ以前より軽くなったような感じという程度だったんですが、1ヶ月経った時点ではですね、手足の冷え、あとのぼせ、こういうのが改善してきました。でところがめまいイライラ感はまだ改善はないと。で4ヶ月経った時点ではですね、最近めまい、イライラ感、不眠、こういうふうな部分も取れてきましてですね、体が非常にこう楽になってきましたと。で6ヶ月経過した時点では、
まあ、全ての症状がですね改善されてきたということで、まあ、喜ばれている方の症例なんですね。なるほど、はい、いや先生とね、はい、いつもこうやってお話を伺っていると、はい、そのいつの間にか、はい、いつの間にか知らない、あ、そういえば最近ねえなっていうような感じで改善されてるような方がすごく多い気がするんですよ。そうですね、その対照的にいわゆるそのワンポイントピンポイントでズバッといくんじゃなくて、はい、このトータル的にいってるから、あれそういえばないねっていうの方がすごい多い気がする、うん、そうですね、まあ、本当に そういうふうな方が多いです。やっぱり使われてる方の全体のバランスを整えて、はい、そうですね、その通りです。なるほど、はい、ありがとうございます。今回ご紹介した漢方薬は体質や症状に合わせた漢方で一例になりますのでご注意ください。それでは一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。一心堂薬局は皆様の健康をサポートする漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方いたします。また一心堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で6店舗あります。浦和店は浦和駅西口、埼玉会館そば県庁前東交差点です。大宮店は氷川神社入口交差点前、新宿店は新宿高島屋正面入口前です。立川店は立川駅北口、立川通り、高松郵便局手前、川口店は本町通り筋向かいマンモス交番横です。所沢店は所沢駅西口、埼玉りそな銀行所沢支店向かいとなっています。漢方納得相談では漢方に関する質問や小木先生に聞いてみたいことなどを募集しております。ご覧の宛先までご応募お待ちしております。そして今月のお茶をご紹介いたします。はい、一心堂ではいろいろな漢方のお茶をオリジナルで作っていらっしゃるんですよね。今月のお茶はこちらです。海藤紅茶です。こちらどんなお茶なんでしょうか。7種類のですね、あの生薬からできた健康茶で、まあ、糖の吸収をブロックして、で糖の代謝を上げていくという健康茶で、まあ、今日ご紹介させていただいた女性にも美容茶として使われる、まあ、あの健康茶だと思います。というわけで本日は女性に多い症状について一心堂薬局の小木秀幸さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上漢方納得相談のコーナーでした。